攻略の手助け？それとも、褒美？翔平くんへの頼み事の可能性7つ。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、翔平くんへの頼み事最終版についてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。行戦は最終局面に入り、王戦の兵糧確保策も次回には、その全容が判明する模様です。では、もう一つの最大の伏線である、翔平くんへの出陣前の頼み事。あれは一体何だったのでしょうか？こちらもそろそろ明かされそうですので、最後に、今までの描写と状況を加味して、意外としてありえそうなものを7個ほど考察してみました。この中に正解がありそうか、予想しながら一緒に考えてみてくださいね。自分は、こう思う、これじゃないかと思ったら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。1、攻略補助か褒美か？まず、頼み事の内容を考える際に、2つのパターンがあると思ってます。というのも、業務攻略のための策に関する頼み事なのか、あるいは、戦後の論功行賞やその褒美に関わる頼み事なのかという2つです。このどちらかによって、翔平君への頼み事が何か判明するタイミングは変わりそう。そこで可能性を紹介する際に、まずは、攻略のための策からまとめて、お話ししていこうと思います。2、可能性1、兵糧の輸送。まず、最初にありそうな可能性が、兵糧の輸送についてです。王戦が、業務攻めの戦略を組み直したのは、出陣後の列備についてからでした。ですが、利息計算がうまい王戦であれば、業務の維持はうまくいかなくなる可能性も、あらかじめ考えておいたとしても不思議ではありません。咸陽に電車が到着した際に、翔平君が、博打に出るのが不思議と、王戦の行動に驚いていたこともありましたね。あそこは、もしかしたら、出陣前の依頼の時は、指定の条件になったら、これを読んでくれ、と伝書を渡していたのかもしれません。総司令相手に、そこまでするかとも思いますが、情報漏洩を警戒するならあり得るかも。これを読んで、列備を新側から破るなり、神戸から船で運搬するなど、兵糧を送ってほしいというのが頼み事だったのかもしれません。じゃん！可能性2、設備の再奪取。可能性1と関連してですが、兵糧のことが翔平君に伝わってなかったことを鑑みると、こちらの方があり得るかもしれません。兵糧は、自前でなんとか確保するので、帰り道だけ確保しておいてほしい。そのために、一部の戦力を抽出してもらい、設備を新側から奪取してくれ、という依頼なのかもしれません。この場合であれば、翔平君が兵糧について、王戦の心配をしたことも辻褄が合います。新側には、当初の予定通り食料庫もありますし、漁具の維持のための交代兵力も送れます。いずれは必要になることなので、こちらを先に依頼していた可能性もあるかも。4、可能性3、水軍の用意。あるいは、水軍の用意というのもあり得るかもしれません。漁具の南には黄河が流れており、物資や兵の輸送にも活用できそうです。内陸部にあり、海に面していない神話、大規模な水軍を要していないという可能性もあります。そこで、王戦が、今回の策に必要なので、丸太を縄で縛っただけの簡易丸太船を大量に用意させたのかも。大量の船が事前に用意できていれば、後から兵糧不足を知った翔平君も、独自で動いて兵糧を送るくらいのことは、考えて実行しそうですものね。5、可能性4、患者の使用。また、コメントでいただいたように、城に潜入させている患者を使い、陽動や兵糧の確保を行うという可能性もありそうですね。城の各界の側近として、将軍君の患者である余裕香が潜り込んで情報収集を行ってます。彼を通じて、偽情報で兵糧を輸送させ、それを奪うという展開もありそうですね。また、余裕香を使って各界を操る場合、李牧の行動を阻害したり、失脚させる可能性も。史実的には、李牧はまだ出てきますが、最終的には王から中殺させられます。そのための下準備として、情報戦に、患者の力を借りた可能性もありそうですね。6、可能性5、兵糧の引き抜き。ここからは、戦後の褒美についてです。まず、コメントでいただくことが多い説に、
協会の引き抜き交渉がありました。人材マニアである王翦のことです。圧倒的な武力を誇り、戦術にも明るい協会を手駒として欲しがるというのは十分ありえますよね。軍の人事権を握っているであろう軍総司令に頼むのは自然な流れでしょう。史実でも協会はこの後王翦と共に城を攻めているのであり得る展開です。可能性6、褒美の指定。あるいはこの戦が終わった後、乱交交渉が行われるはずです。この時の褒美の指定というのもあるかもしれません。そしてこの褒美の件は王翦の史実にも関係してくるのではないでしょうか。王翦は史実において反乱を疑われないよう始皇帝に褒美の催促を再三行っています。これによって領土的野心ではなく主戦土だと思わせて安心させたかったのですね。この逸話に絡めて将来への伏線として過剰な褒美を昌平君を通して催促し、野心よりも金銭的欲求が強いという風に刷り込ませようとしているのかもしれません。このパターンだと添えの進行までのかなり長い伏線になりますが、可能性としては面白いかなとも思います。8、可能性7、王翦の処遇。最後にもしかしてと思うのが王翦の処遇についてです。王翦が王翦のことをどう思っているかはまだ明確になっていません。しかしもし王翦が王翦のことを本当は愛しているのだとすると、将軍昇格後の王翦の配置や人事に何か希望を伝えたのかもしれません。自分の軍に配属させるであったり、増員の際に王翦軍から出兵を行うなど、あくまでも王家の繁栄を願うがゆえに嫡男のことを思う親心だったのかも。このあたりの親子関係に関しては王翦は王翦の窮地に駆けつけたりしてますし、戦後に解決が見られるかもしれませんね。以上は王翦が昌平君へ出陣前にした頼み事の可能性7つでした。可能性を大別すると攻略のための助力か攻略後の褒美に分けられそうですね。個人的には食料の確保に関わることではとも思うのですが、果たして正解はどれなのでしょうか。答えが分かるのが待ち遠しいですね。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。